こんにちは、こまぎです。今日はね、前々からずっと旦那さんとの慣れ初めを教えてくださいってずっと言われてたのを、今回ね、ようやくその話をしようかなと思うんですけど、ただ単に旦那との慣れ初めの話をしても面白くないので、去年の11月に私結婚式はしてなかったんだけど、フォトウェディングをねしたのね。その時のちょっと様子を、動画を弟にね回してもらってたので、それをねちょっと見てもらった後にその話をしようかなと思います。フォトウェディングは洋装と和装どちらも2つともで、ロケーション外での撮影にしました。カメラマンはね2名体制で、フォトウェディング会社で指名したカメラマンさん1人と、まあ、いつもお世話になっている栗田さんの2人の2名体制で写真撮ってもらいました。ではどうぞ。オッケー、はい、カメラ持ってください。体もっと背中僕に向けるぐらい、そう、一歩前に歩こう。足元見ながら、一歩前、二歩前、そう。はい、カメラ、つま先揃えて、おー、そう。やるタイプですね。クーにやられた。僕もやられてしまった今。右足だけちょっと下げたらどうですか。そう。太陽のこの筋、光に行きましょう。二人歩いていこう、歩いていこう。はい、いかがでしたでしょうか。まあさ、旦那の顔で写すわけにはいかないから、ちょっと後ろ姿ばっかりの絵になってたのはちょっと申し訳ないんだけど、すっごいね寒かったの。特に海でウェディングドレスで写真撮ってる時、もうここ全部出てるしさ、もう海辺だからさ、で風とかさ、しかもあの日ねちょっとだけ雨降ってたのね。でもう
寒いからさ、もうあのこの傷跡がさ真紫になってたと思うんだけど、真紫になっちゃうほどね寒かったんだけど、もう必死で頑張りました。いやでもね楽しかったです、すごい。で実際にあの撮ってもらった写真が、フォトウェディングのあので指名したカメラマンさんに撮ってもらった写真がこんな感じなんですけど、あの肌補正をねかけてくれてるんだよね。傷跡とかが全部なんかもうぼやかしてある、ほぼ消してあるみたいな感じの写真になってるんだけど、クータさんが撮ってもらったのはあの私の肌は補正してない写真、こんな感じ、あのサムネとかにも使われてるのクータさんの写真なんだけど、実際はこういう感じでした。で、まあ、旦那との馴れ初めなんだけど、あのね、そんなに大した馴れ初めじゃないんだよね。なんか昔居酒屋で働いてたんだけど、でその居酒屋で知り合っ、今の旦那と知り合って、まあ、普通に仲良くなってご飯行くようになって、まあ、お付き合いっていう流れなんですけど、まあ、あのよくある普通のやつですね。これといってちょっと面白みがなくて申し訳ないんですけど、まあ、皆さんが気になるのって、まあ、私の旦那が初めて私のこの体を見た時の反応なのかなって思ったので、ちょっと旦那にさっき事前にどうだったって聞いてみたんですけど、私がその付き合う前にあの病気の話を結構真剣にしてたから、話を聞いた時点であのもうなんかその覚悟を持ってたらしかったので、にも思わなかったっていうか心配になったって言ってました。怪我のレベルは確かに自分の想像よりもはるかに絶するものだったけど、まあ、それを見たからってなんかマイナスな気持ちは生まれなかったと言っておりました。そんな感じでございます。あのさっきのフォトウェディングの話に戻るんだけど、撮ってもらった写真ね、あのツイッターとインスタにもこの動画で載せてないやつを数枚どっちにも載せておくので、よかったら覗きに来てみてください。でついでにあのフォローもしてくださると嬉しいです。怪我の具合は先週とあまり変わらず、変わらずな感じです。ちょっとね、肘がこう大きい水袋がここにねデーンってできたね、潰れてビラーンってなっちゃったからさ、これがちょっと痛いんだけど、まああとは、まあ、割と調子がいい方ですね。というわけで今日はここまででございます。 Twitter のフォローとインスタのフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。